はい、わけです。藤尾でございます。ですね、先ほど朝食を食べて、朝ごはん食べて、あれはカレーの照り焼きです。美味しかったですよ。最後に残ったキャベツにマヨネーズをつけて、サウザンドレッシングみたいなやつをかき混ぜて食べて、あれが一番美味しい。で、もう、寝てます完璧。寝てないって。声入ってるよ、お前。もう、完璧に寝てますとですね、今売れてるんですよ。ものすごい売れてるんですよ。で、私が今お客さんにいろいろ質問してたんですよ。なんで今日売れてんのかなって。同じこと言うんですよ。長いこと来なかった人が、たまたまタイミングで来れなかったって言うんですよ。4人ぐらいいたんですよ。今の人も行ったんで、みんな同じこと言ってるんで、最後の人はちょっと、おとなしい人は聞いたんですよ。みんな同じこと言ってるよって。なんで同じ時に同じように言ってんのかなと思って、今、気づきました。学校にですね、あのチェリオ分かりますかね、チェリオ。チェリオの横から見ると白と赤。校門にチェリオの看板みたいのが、自動販売機見たと2つあるんですよ。で、子供に聞いたら、なんか学園祭かなんかやってるらしいんですよ、ここで。その時っていうのは弁当が売れないんですよ。で、弁当が売れない時は、大きな声では言えませんけど、あの近隣弁当絞るんです。作らないんですよ。学校にいっぱい売れるんで、まあ不思議と人間ってほら売れれば、まあ、余力で作って、売れなくってもここで金額稼いでるからいいって前のあの弁当たくさん売る人が言ってましたけど、我々はここしかないんで、だから動画にも上げたくないんですよ、弁当っていうのは。だからここしかない、ここにかけてて、で YouTube にかけてるんで、今の私がいますって何回も説明してますけども、もう仕方ないですよ。見ないんで、多分皆さん。見ないんで、私がコメントをくださいって言ったらコメントくれただけだと思うんで、ありがたいことですよ。ありがたいこと。弁当買いに来てくれるのもありがたいことです。向こうが売れないときに、売らないときに、物がないときに、本当に朝から来るんですよ、今日。で、今、寝てる時間なんかないんですよ。売れてるんですよ、もう。ないんですよ。小さい弁当なんかもうほとんどないんですよ。向こうから来るんですよ。あれ、たまにキスも来たんですよ、いろいろ。で、母ちゃんには分かると思いますけど、聞いてると思うんで、目ん玉の大きい人も来たんですよ。ビロビロ輝かして、あれ、京極連十郎みたいな感じですよ。あの人みたいなのが来たんですよ。うまいって来たんですよ。ここのはうまいって。いつもあの人の車目立つんで、そこに止まってるんですよね。だけどいいんですよ、みんな。こうやって、なんですかね、私が知らないで、言ってると思うのか、知ってて言ってると思うのか、甘えてるのか、何なのか。ただ今だけ助けてくださいって私は言ってるんですよ。お金があればいろんなことやってるんですよ。向こう行って向こうで弁当で、今だけここ何ヶ月間でもいいんで助けてくださいって言ったら、余計にいなくなったんですよ、この時間、この期間。前もずーっと来てた人で、何回も言ってますけど、5人5組ぐらいいました。たくさん買う人が全部来なくなりました。全部怒られてますよ。お前が言うからだって。おかしい話じゃないですか。来てくださいね。お願いしますよ。助かってますよ。って言ったら来なくなるんですよ、みんな。もう、音信っていうか、もう何て言うんだよね。もうわからないんですよ。親とかも、お願いしますって言ったら、ダメなんですよ。これは全国的に今こうなってるんですか？沖縄だけなんですか？極端な話。毎回私言ってますけど、昨日もあったんですけど、駐車場で、あ、出るんだろうなってシートベルトして、構えてて、あ、出るんだろうなってここ止まってたら、もう10分、20分経っても出ないんですよ。と思って、いたずらその前にわざとこう知らんぷりして、そこ向きながら行くと、ビビビビビビビって鳴らすんだけど、もう出るぞとばかりに。だから、お願いなんですよ。出るからお願いしますっていう、もうお願い事に弱いんですよ、きっと。お願い事に。あとバックで突っ込んで、昨日も、観光客は分からなかったんでしょうね。後ろでバックでぶつかってましたよ。だから、前にも言ってますけど、頭から突っ込むと出るとき大変だ。お年寄りがあるんですよ、またそれを。頭から。結局出るとき苦労するんで、バックで入れたら、はい、行くときにバック入れたら前見えるじゃないですか、ここ。空いてるな。それバック入れれば楽じゃないですか。出るときにバーって出やすいじゃないですか。これ気をつけてください、旅行できた場合は。頭突っ込みですから、ほとんど。で、入り口でも待たないですよ。入り口で観光客とか車待ってますよ、駐車場で。ここで。待ってますでしょ？抜かれますよ、あれ。ここで待たないでください。中に入ってって。ぐるぐる回ってください。
これが沖縄の流れなんで。駐車場は県外私も行った時、まあ入り口で待って2、3台待って、その人たちはまたどっか行きますよ。行って戻ってきます。外には並ばないです、あんまり。ロンキホーテさんとか並んでましたけども、他はあんまり並ばないですよ。ですから沖縄の場合はあのあれですよ、もうなんていうんですかね、バターがぐるぐる回るみたいな感じで最後はケーキになるみたいな、あるじゃないですか。なんかああいう感じで駐車場ぐる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 回るんですよ、みんな。最後はもうバターになるんですよ。だからそういう中で待たないんですよ。ぐる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 回って、あの椅子取りゲームみたいな感じで相手がスッと入るんですよ。頭から突っ込むんですよ、負けないように。だからこうバックしてでも入れようもんなら、お開いたってバックで見るようって頭突っ込んできますよ、それぐるぐる回ってる人たちが。これは嘘じゃありません、本当です。だからこれは悪く言ってるわけです。それを認識して気をつけてくださいって何回も私は言ってます。だから何回も動画作れますよ、沖縄ネタで。そうすると見なくなってきて、喋ってばかりいないで弁当を出せって言ったんです。私の弁当っていっぱい出てますよ、動画の中に。もう逆に前は弁当出しすぎて、もう弁当は見飽きたよって、他にやることないんかって言われて喋り出したんですよ。で、喋ったら止まらなくなって楽しくなってずっと喋ってるんですよ。多分ずっと喋りますよ、多分。寝てる時も喋ってるって母ちゃん言ってました。何か言ってるって言ってました。ずっと喋ってますよ、起きてたら。珍しいことにずっと喋ってて、意味不明なことをずっと喋ってます。だから何か見つけるとずっと喋る。今はまあお客さんの不平不満が多くなりました。まあこれはですね、前向きに考えて弁当を売っていこうという中では、不平不満を感じて改善して弁当を売らないといけないということで、いいことであると思います。お客さん来ました、一回止めます。一回止めてお客さんを対応して、またこの人も向こうが回ってきたと思います。お話しますよ、見ていてください。向こうから回ってきてますよ、お客さんでしたよ、対応してきましたよ。あのお客さんはですね、あれ沖縄のちょっと年配の人なんですけども、あれ一個一個取ってこう測るんですよ。右と左で分かるのかな。そこに椅子のことなら置きましょうかね、あのグラムを測るようなもの。あれ米粒も数えてるのかなっていう、ずっと見るしてますよ。なんか大変ですよ、お弁当屋さんは。そんな中で自分の利益しか求めてない。それは当然です。我々も求めてます。だから、それとの戦いなんで、我々も利益を求めないといけないんですよ。お客さんから学んで、何かちょっと多くないかな、ずっと見比べて。見比べますでしょ？見比べて。最終的にどうなると思いますか？置いて大きい弁当買うんですよ。最初からこれ買えばいいんですけど、もうどっかゴーヤーとキャベツずーっと見てた、今も。もう私は YouTube が撮りたいんで、早く終わらさないとあの人も起きてきて油物あげてるかって怒られるんで。おいって、どうすんの、大きいの。あれいつ見てたんだろうと思うんですよ。早いんですよ、その即決力は。不思議とかいっぱいあってですね、お弁当屋さん。ネタはいっぱいあるんです。ただネタはいっぱいあるんですけど、喋ってるとああいう風に言われて、なんかこう今悩んでるんですよ。ただ悩んでるんですけど、あの喋っているべきなのかな、やめるべきなのかな。ただやめません。なぜか言ったら、あの一つのコメントなんで、でこの人が見て文句言ってきたりしても、この人がいろいろ言われてても、伸ばしてる人ってですね、可愛い女の子にも文句してるんですよ、いろいろ。なんかいろんなこと、眉毛がどうこうとかいろいろ言ってる、見てたら見てるんですよ。頑張ってるんですよ、みんな。だから私がこんなジジイが、ここ長いこと生きてきて、一つのコメントを気にして、やるんだったらもう最初から YouTube なんかやらなければよかったなと思うんですよ。で、あれで、この、いつも思うのはですね、よく来るじゃないですか、YouTuber が来て、まあ、例に出すと、釣り動画を上げたら、釣れなかった時に文句言われて、こういう小さい、魚はリリースしろとかいろいろ突っ込まれるらしいですよ、あの専門のやつっていうのは。突っ込まれて、なんか釣れない時は動画に上げないって言ったんですよ。でなんか見てたら、その人の動画見たら丁寧なんですよ。見てたら、今日は釣れました、今日はこうでした、次は何日頃に終わるです。この人は
何をしたいのかなって私は思うんですよ。 YouTube の良さってざっくばらに上げてってその人が見できるじゃないですか。すぐこれが見たくないなピシッてできるじゃないですか。次の動画に行けるじゃないですか。だから見たい時の瞬間だけ見ればいいんですよ。その時間とそのタイミングと、まあ今日暇だからこいつの話でも聞いてみようかって思った私みたいなやつは、それをその人にお答えするべきな動画だと思ってます。たまたま見る、たまたま見て、でその人がじゃあ1000人いるかもしれないですよ。日本には多くっていう人間いるじゃないですか。1000万人とか登録してる人もいるんですよ。私なんかまあ1000人ぐらいなんで、だからそういう中でいろいろ決めつけないでやっていった方がいいのかなと思うんですよ。じゃないともっと上がないじゃないですか。だから私はいろいろ決めつけて、旅行でやったら伸びるのかな、何も最近も開きなくてもコメントとかも概要も書かないようになってます。あれはもう旅行で見せる、この動画こんなに喋ってるけど弁当のこと言ってないな、旅行なのかな、これは弁当屋さんの話だけど旅行に行く、沖縄旅行に行かすべきなのかな、ああゴーヤチャンプル食べたか沖縄旅行なのかなとか、これはYouTube 作ってる側からすると良心的にやってるつもりですけど、お前が喋ってばかりだからとか言えば考えるじゃないですか。やっぱり私でもジジイな人間、長く生きてきてあんまり怒られたことないので、 YouTube やってめちゃくちゃ怒られてますし、 YouTube やってめちゃくちゃ惨めになってますし、 YouTube やって歯もかけてるし、いろんな親の悪口も言ってるし、世界にさらしてるし、昨日も怒られましたから、怒られないような人に怒られましたから、あんまり言わない方がいいんじゃないかって言われたんで、余計に言っていこうかなと思ってます。余計にやっていきます。だから世界にさらしてっていうか、もともとそれに望んだんです。私は世界にさらしていく、この YouTube の世界に。それで止めるんだったら最初からやらない方がいいじゃないですか。親のネタ、親の暴露、自分の昔の暴露、いろいろあってお話ししてますけども、そういうのはいいんじゃないかって女房も言うんですよ。そういうのはいいんじゃないかって。じゃあどういうのがいいんですかって私聞きたいんですよ。嘘ばっかりつくんですか。じゃあで人の暴露ばっかりするんですか。だって捕まったんじゃないですか、人の暴露ばっかりして。自分の親なんで、で何かあっても本当のことなんで、私が今惨めな思いして苦しい思いして弁当屋さんがうまくいかなくって助けてくださいっても誰も助けなくって、それでも寝て怒って起きてくる中で毎日日々繰り返されて、動画を作ってその合間合間にで、お客さん対応する、お客さんもなんかこう意味不明なこと言ってくる、で意味不明な攻撃になっている弁当業界でも。だから動画はいっぱい作れますよ。だからいっぱい作ってもう垂れ流しです、私の動画は。それを理解して見ていただける方に、この垂れ流し YouTuber がどこまで伸びるんだろうっていうのを見ていただいて、そしたらいろんなものに参考になると思いますよ。正論で物事を走っている、 YouTube 作っている、面白い YouTube を作る、食べ物を一生懸命食べて得るものがある、場所を教えてくれる、毎日やっている、そのすき家に行って牛丼を食べている、いろんな牛丼を食べる、飲み物を飲む、いろんな YouTuber ある。それ選択ですよ。それはあなたたち見る側の選択です。だからどうぞ、私が気に入らないんであれば、気に入る時もあると思うんで、その時間帯に見ていただいて、全部見ろとは言ってませんよ。ただで私も悪いのは、じゃあ前の動画見てくださいよって言い方しますけども、もういいと思いました。そこから突っ込んできて、そこから行った人が喋ってばかり、一個あの人多分一個の動画を見ていってると思うんですよ。一個の動画見てサムネイルを見て喋ってるばっかりなんで、雑談なんで、雑談ばっかりしたら弁当屋の親父なんだから弁当見せるよって言ってると思いますよ。見てないと思います。だからこれも見ないと思います。怒らないと思います。今までずっとその後に文句言ってきても、その人たち何も言ってこないですから。だから一部を見て好きなんですよ、そういうのコメント突っ込んで。だからそういう人たちが逆にもっと入ってきたらバズる部分もあると思うんで、ああいう人たちも大事にしながら、 YouTube っていうのはあり方をですね、もう仕方ないんですよ。 YouTube やって貧乏弁当屋やって貧乏になって、その中で YouTube を作ってるんで仕方ないことなんです。仕方ないで済ませてるんです。だからこれを理解して動画をどんどん垂れ流しで流していって、今伸びてるんで、実際この垂れ流し動画が、でこれを聞いて見なくなる人もいると思いますけども、損ですよ。正論で走るのは誰でもできますよ。正論で走らないで、正論ってあれですよ、 T じゃないですよ。正しい論理で走らないで、こういう理論です。
こういう動画を作りながらも伸びていけるざまがあれば、あるとすれば、そこにあるとすれば、いろんなところにありますよ。バッティング打法だって。前は叩いてたの、私上から、下から上に投げろって。もう球もみんな、こう、バットもそういう、ずっと言ってたんですよ。もう言っても結果に叩くんですよ。めちゃくちゃ叩くんですよ、ここなんか。でも三振バッターばっかりですよ。今見てください。大谷さんとかもバーンっていくんじゃないですか。あれですよ、本来の姿っていうのは。だからそういう、どっかで誰かが目を出せば、だから私もそうなんですよ、ここで。二刀流で弁当屋と YouTube やってて、このくだらん喋りが生きてきたら、使えるんじゃないかなと思ってやってます。だからそれを理解して見ていただいて、つまらない喋りの中にも得るものがあると思うんで、次は何を喋るんだろう。大変は大変ですよ。毎日考えてはないですけど、よく喋ってるんで悩む時ありますよ。次何喋ればいいのかな、また被るのかな。悩みながら書くと葛藤しながらやってることはご理解していただいて、頑張って喋るのも下手くそだし、日本語も下手くそだし、いろいろやってます。だからお客さんも来るんで、結構今日も長く喋れたっていうか、長く動画作れないと金にならないんで、早く急いでるんですよ。だからこれができたらもう食べ物買ったり食べたり、こういうのなくなると思います。今だけです、全て今だけです。私が言ってるのは今だけが2年か3年になりましたけども、仕方ないです。それで旅行系の人たちも1年1ヶ月2ヶ月動画出してません。そうやってるうちにバンバンやってる人たちにどんどん抜かれていって、今は66万ぐらいまでいってますよ。その人たちは前はその人たちの上だったんですよ。もうどんどん抜かれてきますよ。こうずっと YouTube やる人に。そういうのを見てるんで私もどんどんやってるんですよ。その中から上手になっていければいいかなって。見て、毎日やってる人上手になってますよ。すべてのお弁当屋さんでも YouTube でも何でも。だから皆さんも見るのも上手になりますよ。見てください。見る。ネタは私が作ってます。ということで、さよならも疲れてきたんで。皆さんも疲れる頃でしょう。さよならもう見てないでしょうけど。ありがとうございます。